こんにちは、三元堂の村松です。今日のテーマは、すべてを自分ごとに捉える主体変容というお話をします。もしかしたらこの動画を見ている方の中には、この言葉知ってるよという方もいるかもしれませんが、ぜひ最後までお付き合いください。この主体変容という言葉、 Google で調べると、何か困難や問題が生じた時、誰かのせい、環境のせい、何かのせいにするのではなく、責任の源は自分であると考え、自分が変わることで周りを変えていくという意味と出てきます。よく、過去と他人は変えられない、変えられるのは未来と自分だけと言いますよね。これも同じような意味だと思うんです。こうやって何事も自分事と捉え、他責にしない気持ちでいること、そうすることで人生は前向きに主体性を持って取り組むことができるようになると僕は考えています。僕たちはみんな一回きりの人生ですし、もちろん自分自身の人生です。それを人のせいにしたり、環境のせいにせず、自分で切り開いていき、自分でコントロールしていく、そういった人生の方が僕は楽しいんじゃないかなといつも考えています。ここ三元堂でも、この主体変容の考え方を働き方のルールの一つとしています。例えばこんな感じです。問題が起こっても、患者さんや仲間、経営者の責任にするのではなく、自分自身がこの状況を打開するには何ができるのかと考えていく姿勢がとても重要。何事も常に自分自身の課題として捉えていくことができるかが、人を束ねるのではなく、人が集まってくる人になっていける。仕事においても、患者さん、クライアントに喜んでもらったり感謝されるために、まず自分自身が喜んで仕事に取り組んでいくこと、患者さんやクライアントや周りに自らの感謝の気持ちを示していくこと、その結果自分の周りには良い影響力が働くことになるでしょうと、まあそんな風に定義をしています。何か問題が起こった時、自分事として捉えることってなかなか大変なことかもしれません。ですが、このような考え方をもとに行動するトレーニングを少しずつでいいので、ぜひやってみてほしいです。そうすると結果的に見えてくる景色が変わってくると思います。では、なぜこのような話を YouTube でしているのか。このように、あなたの考え方を変えることは、メンタル面が及ぼす体への負担を軽減させるための手助けになるからです。健全な精神は健全な肉体に宿ると言いますよね。精神的に健全になれば、肉体も健全になりますので、この主体変容という考え方、ぜひ今日は覚えておいてほしいです。ということで、今日はこの主体変容という考え方についてのお話をしました。もしこの動画が面白かったとか、役に立ったという方は、グッドボタン、高評価をお願いします。またね、コメントも押していただけると嬉しいです。またね、この三元堂の YouTube チャンネルでは、三元堂のコンセプトとなる100年使える体づくり、そのヒントとなる動画をたくさん配信していますので、チャンネル登録もぜひお願いいたします。では今日はこれで失礼いたします。さよなら。